はい、廊下です。ですね、今回は先日の動画のちょっと補足というか、ちょうどね、分かりやすい株があったのでお見せしていこうと思います。はい、それでですね、これ、以前小さいアガベでも紹介しました、こう大平雷神錦の、これは黄色の中麩なんですけど、夏場ね、ちょっと下場がいたんで、軽く一周下場が上がりましたね。このぐらいはどうってことないんですけど、これね、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、見えるかな、よいしょ、ここですね、ここ根っこ出てますよね。先日の動画で、秋の管理の動画で、下葉の枯れね、取っちゃった方がいいですよってお話したと思うんですけど、こうやって枯れ葉の隙間からね、分かるかな、新芽が出てきてます。こうやってね、アガベは上の方の、新しいところから、新しい組織の部分ですね、から新しい根っこがこうやって出てくるんですよね。なのでここのね、下にも枯れ葉がついてたんですけど、これをね、そのままにしとくと、この根っこが伸びられないで、その枯れ葉の隙間に溜まって渦巻いたようになっちゃったりね、するんですよ。なのでこれはね、こっちの方も取ったらどうなるかな、ちょっと外してみましょうか。移しながら、うまいこと、新しい根っこがいますね。ここ他もどうでしょうね。他はそうでもないかな。こんな感じかな。よいしょ。ここわかるかな。これさっきと反対側なんですけど、この部分ですね。新しい根っこ出てますよね。見えづらいかもわかんないですけど、ここにね、新芽がいるんですよ。ほら、こんな感じでね、結構茎の上の方から新しい根っこが出てくるんで、枯れ葉取っちゃってやった方がいいという感じですね。ちょっと分かりやすいかなと思ったんで、この株出してみました。はい、こっちもね、ここね、はい。でね、水やりの回数とかも教えてくださいみたいなコメントもいただいたんですけど、水やりの回数って、以前水やりの動画とかでもご説明した通り、その家々で違うでしょうし、この土にもよる、それは土の動画の方でも話してます。なのでね、一概には言えないんですけど、こうやってね、根が伸びかかってるものとかはね、あんまり乾かさずに、今表土がこう乾いてるじゃないですか。これをね、もう少し湿らし気味にしてやると、この根が伸びやすいですね。やっぱりあんまりカラカラにしないっていう感じで、乾いたら、こういう状態だったらもう水やりしてやるみたいな。まだこれね、鉢の中の方はおそらくこの重さだと湿ってるんですよ。2、3日に1回っていう感じですかね。あと天候とか、それこそ土だとか天候だとか、いろんな条件によるんですけどね、置き場所とか温室だとか、ベランダでやってるとかっていうのにもよるんですけど、
まあその辺見ながらね、株の調子見ながら、あと根の伸び方とかもね見ながら、これちょっと後で土は足しますけど、はい、そんな感じですね。はい、今度こっちね、これはねアガベプミラ。プミラっていうのはね、あの自然交雑種ってされて、笹の雪とレッチュギラかなの自然交雑、逆だったかな、逆じゃないかな、多分それだったと思うんですけど、ちょっと後で調べてもう一回テロップつけときます。はい、これもねこうやって下葉がちょっと上がってて、まあ調子はいいんですけどね。これでちょっと今ね土を減らしました。なのでこれも枯葉取り除いていってみましょう。ちょっと根っこが出てるかどうかわかんないんですけどね、ちょっと見てみましょうかね。はい、ちょっと片手じゃやりづらいんで、ちょっと止めてみます。はい、こんな感じで、下葉蒸してみました。ちょっとこれわかるかな、これね根っこになるとこですね、ここ出てますね、白い根っこ、ほら枯葉の間から新しい根っこが、太い根っこが出てきてますね。よいしょ、まあ、この辺も、ほらここも見えるかな、これ根っこですね。なのでこうやってね枯葉の間から新根が出るんですよね。さっきみたいにこうついてると、こういう、要はこう、これが枯れ葉だとすると、ここに引っかかっちゃうんですよね。で下行かないんで、なかなか根が伸びづらいんで、こうやって外してやるとね、この新しい根っこがどんどん下に伸びて調子も上がるので、外してやるといいと思います。はい、これでまあここ土また減ったんで、足して埋めてやって、そんなに乾かしすぎないように管理して、この根っこをどんどん伸ばしてやるっていう感じですね。そうすると株の調子も上がってくると思います。プミラってね、こう葉が割れちゃうんですよね、どうしても葉が広いんで、これは防ぎようがなかなかなくてね、これも全部割れ、この葉、こことここがくっついてたわけなんですけど、バリッと多分展開の時に割れちゃう。水やり少なくしてもなかなか難しいんでね、この手の広場はうまくいくように工夫してみようかなと思ってますけどね。はい、こんな感じです。はい、でこれでついでに一株なんですけど、まあこれ先ほどの根の話と関係ないんですけどね、これはこう式番台ロファンサの斑入りですね。綺麗です。でね、これこの間植え替えたんですよ。でね、これがねカキコです。子がついてたんですよね、これに。見てください、これマッキッキ、うっすらねここにね緑が入ってるんですよね。ほらセンターには若干緑があるんですけど、これってね、まあ俗にお化けとか提灯とか言われるもんです。全符です。で全符っていうのは、要はこの緑の色素、まあ、葉緑素ですよね。まあ、小学校の理科かな、中学校かな、わかんないですけど、そんなんで習ったと思うんですけど、はい、要は葉緑素がないんですよ。で葉緑素がどうないとどうなるかっていうと、まあ、光を浴びて、通常ねこの緑色の部分で光合成をするんですよね、植物って。でここの色素が抜けてるもんで、その葉緑素が抜けてるもんで、これはね光合成できないんですよね。要は根からの養分しか頼るものがないと。でかきこの時でなんでここまで育つのかっていうと、ランナーって言って、ここからこうへその緒みたいに、この根っこじゃないな、この茎の部分っていうかね、それが親とつながってるんですよね。その時は栄養養分を、要は親が光合成したエネルギーをここがもらえてたんですけど、これ株分けしちゃいました。これね多分十兆白枯れます、このまま育ててたら。はい、ただこれは全く葉緑素がないんじゃなくて、うっすらこう入ってるんで、どうかな、もしかしたらいけんのかな。今までやったこのマッキッキのやつはね、何度かやったことあるんですよ。よく出るんですよ、これから。レアでも何でもないです、これ。はい、やってればね、たまに出てきます、こういう子が。
これをね何度か実験したことあるんですよね、まあ、100% の確率で枯れてます。ただちょっとこの緑がねあるんで、このままもしかしたら育つかな、光合成できるかな。これがもう少しね緑が出てくると負の深いのができるのかもしれないですけど、まあちょっと実験ですね。どうなるのか、枯れちゃうのか、まあなんとか頑張ってくれるか、ちょっと養分多めで肥料でもくれながらやってみようかなと思ってます、これに関しては。それでねコメントでこれって黄金なんつったかな、黄金バンダイとかつって名前でね売られてるらしいんですよね。これね枯れるんで買わない方がいいと思いますよ。まあこれにねもうちょっと緑がこう入ってるとかね、半分だけ緑が入ってるとかだと、まあ、結構生きるんですけど、こういうこのぐらい、まあ、これはちょっとどうなるか分かんないですけど、マッキッキだとしたら、どこにも緑がないとしたら、黄金バンダイなんて名前ついてる、名前っていうのかな、誰がつけたか知らないですけど、それはね枯れます、お化けです。これサボテンとかでも例えば真っ白だとか育たないんで、氷山とかねピンキーとかね、ああいうの真っ白出んですよ。綺麗なんですよ、真っ白でね。でも価値ないんで、あれ無価値ですね、絶対育たないんで。あの接ぎ木がアガベでできるって話は聞いたことないんですけど、まあ、もしくはそういう技術があるんだとしたらね可能かもわかんないですけど、ちょっと僕の方では活かせたことないんで、強いとか弱いとかっていう話じゃなくて、まあ全腐じゃね育ちません、光合成できません、通常の設備は難しいんじゃないですかね。何らかしらやり方があるのかもしれないですけど、あったら教えてください、もしこれを活かせる方法があるんだったらね。はい、そんな感じでちょっとそんな話が出たんでね、どうかな、それが売られてるっていうのはちょっと僕の中では信じられないというか、どうなのかな、ちょっと詐欺みたいな話だなと思いながら聞いてたんですけど、まあ僕だったら絶対売らないですね、こんなもの枯れるの分かってるんで。ただ自分家なんでね、この緑に期待してこれが育ったら面白いかなと、あと肥料を多めにしたらもしかしたらいけるのかなとか、まあそういう遊びですね、そのためにやってます。まあ普通に五色バンダイ育ててればね、たまに出ます、こういうのが珍しくないんで、五色バンダイ育ててみてください。いっぱい幸福アガベなんで、これ綺麗ですしね、たまにはこういうのが出てきますんで、やってみると面白いと思います。そこで自分で実験してみてください。はい、全然レアじゃないです、そんな話ですね。まああとね、この間ねちょっとカメラが動かしすぎて気持ち悪くなりましたっていうコメントもいただいたんで、ちょっと今後ゆっくりこう動かして撮るようにしてみようかなと思ってるんですけど、ないですね、結構目がせっかちなもんでね、自分の目の方向にカメラパッパッと向けちゃうんですよね。まあそれで気持ち悪くなった方は言ったらごめんなさい。はい、まあ設備もねこれスマホで撮ってるんですけど、そういう設備なんで、まあなかなかそれの要求に応えられるかどうかは分かりませんけども、まあもしね気持ち悪くなるようだったら、あんまり画面を見ないようにしながら話だけでも聞いてください。はい、すいません、その辺はお手柔らかにということで、はい、そんな感じで今回は秋の管理のちょっとした続きと、まあねこういうのはレアじゃないんで気をつけてくださいっていう話しようでした。はい、どうも。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークをオンにしていただけると通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画で。